手ぶれ補正機構、手ぶれ補正機構、手ぶれ補正機構はカメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラでの撮影、及び双眼鏡で生じる手ブレによる映像の乱れを軽減させる仕組みのことである。手ぶれ補正の原理は機器の種類によって大きな差はないが、目的や使用法には若干の違いがある。手ブレはシャッターを押すときに体が動いてしまい、 それによって画像がブレることで生じる。なお、ピントが合っていても生じるため、ピンボケとは異なる。手ブレは、ピンボケと並び、鮮明な写真が撮影できない原因である。物理的には、露光時間の間にカメラ中の露光面が移動することによって、その露光面に当たる光が変化することによって生じる。直接的には、カメラの動きが原因であるが、 そのカメラを支えるものは通常手であるため手ぶれと呼ばれる。片手で撮影するなど撮影者の問題である場合は撮影時の姿勢や持ち方によってある程度は手ぶれを抑えることができる。しかしながら撮影者が十分に気をつけていても人間はカメラを完全に静止させることができないためにわずかな手ぶは発生してしまう。また、口実するように周囲が暗い場合など シャッター速度が十分に確保できない場合、手ぶれを防ぐのは難しい。そこで手ぶれを防ぐには、三脚などを用いて、カメラを固定したり、両手でカメラを持つようにする必要がある。特に周囲が暗くなる夜景や、天体の撮影などにおいては、三脚を用いる場合で、あってもシャッターボタンを押す、際の微妙な振動が伝わることを防ぐため、リモートレリーズがよく用いられる。 シャッター速度が速い場合、つまり、露光時間が短い場合には、カメラの動きがほとんど撮影画像に影響を与えない、ため、手ぶれが生じることは少ない。また、レンズの焦点距離が長くなればなるほど、カメラのわずかな動きであっても、露光面に当たる光には大きな動きが生じるようになるから、焦点距離が長いとそれだけ手ぶれも生じやすい。ただし、 焦点距離が短くても絞り値が大きくなれば、シャッター速度が遅くなるために、手ぶれは生じやすくなる。一般的には、使用レンズの焦点距離分の1のシャッター速度が、手ぶれしない限界の目安と言われている。つまりは、焦点距離が長い望遠レンズでは、高速なシャッター速度が要求される。ただし、これは 35mm フィルムカメラでの場合であり、 異なるサイズのフィルムやセンサーを使用するカメラでは 35mm 版、換算焦点距離がおおよその目安となる。例えば、換算 300mm 望遠レンズでは、目安として1、300秒以上のシャッター速度が必要である。手ブレ補正を使用した場合、一般的には、シャッター速度に換算して、おおよそ2から3段分の効果があると言われている。 300mm 望遠レンズならば、だいたい1、60秒相当で手持ち撮影が可能。絞り開放時では、もちろんのこと、絞った状態でもブレを軽減させて撮影することが可能である。補正を行っても手ブレを完全に除去することはできない。また、被写体の動き、特にスポーツ撮影時の激しい動きや、長時間露光時の被写体の動きによる、 被写体ブレや手ブレ補正の限界を超えた低速シャッター速度では効果は得られない。手ブレ補正はあくまで有効な補助機能であると考え、他の手段も併用すると良い。例えば手ブレを起こさないしっかりとした構えを取って撮影する。高感度フィルムを使用。デジタルカメラの場合は高感度域に設定する。これは被写体ブレに対しても有効といったことが挙げられる。 三脚を使う場合は、手ブレ補正機能を無効にしないと、逆に装置側が誤作動し、ブレたようになってしまうものもある。動画撮影においては、手持ちしたカメラの不要な揺れを言い、視聴時には画面全体は揺れることから、不快な映像となる。特に倍率を上げて、望遠撮影している時には、顕著に現れる。家庭用ビデオカメラで、ファインダーを用いずに、 液晶表示パネルを見ながら撮影する場合は、視聴に用いるテレビに比べて、画面サイズが小さいため、撮影者には気にならない、気づかない場合多い。顕著なものは、左官職人が壁を塗る、腕の動きから、壁塗り映像と呼ばれる。インで使用される、ビデオカメラは、大きさと、重量から型の世式であるが、その保持スタイルは不要な揺れを少なくすることにも、寄与している。 静止画撮影と同じくカメラの持ち方を工夫したり三脚を用いることで軽減できる。またバネやジャイロを使って手ぶれを防ぐステリカムが映画撮影やスポーツ中継などで使われている。双眼鏡では手ぶれ問題により体感的な解像度低下や疲れやすさの問題が出る。技術的にはカメラの光学式の補正機構と同様であり国内メーカーではキャノンが スチルカメラの技術を応用した製品を出している。手ブレ補正には物理的に光軸を調整する光学式とデジタルカメラ等においては受光素子から受け取った画像データに計算を行い、補正を施し記録する電子式とが存在する。光学式はレンズやイメージセンサーを移動させることで手ブレを打ち消す方式。レンズ交換式のデジタル一眼ではレンズシフト式は レンズ内蔵、センサーシフト式は、ボディ内蔵、などと呼ばれることも多い。これは、カメラとレンズのどちらに手ブレ補正機構が存在するかを表している。電子式手ブレ補正よりも、画質劣化が少ない点が利点である。いずれの方式も、レンズやイメージセンサの駆動系を組み込む必要があるため、小型カメラには、最適とは言いづらかったが、システムの小型化が進み、 ノキアが2012年に発売したルミア922初めて搭載され、アップルが2015年に発売した iPhone 6プラス等のようにスマートフォンにも広角式手ブレ補正を内蔵した機が登場している。写真レンズ内に振動ジャイロ機構を備えた補正レンズを組み込み、ブレを打ち消す方向に補正レンズを動かすことによって光軸を補正する。これにより受光面。 フィルムやイメージセンサーに到達する、光の動きを抑えることで手ブレを軽減させる。キャノンのイズ方式、ニコンの VR 方式、クルピックス S700 など一部の機種を除く、ソニーのオース方式、サイバーショット及び、アルファー E マウント、パナソニックのメガイズ方式、シグマの OS 方式、タムロンの VC 方式などがこの方式を用いている。 パナソニックは1988年に民生機としては世界初となる光学式デブレ補正機構を搭載した SVHS フルカセットビデオカメラ PV-460 北米向けシナバン国内には翌1989年に NVM900 として発売を世に送り出すもレンズ共闘全体を動かすのでどうしても大型化してしまい 小型化のため電子式に転換せざるを得なかった電子式でブレンビー NVS-1 をヒットさせた。しかし電子式のシステム上の限界や画質向上のため再度光学式の開発を行い1999年によりコンパクト化した光学式手ブレ補正機構を搭載したデジタルビデオカメラ NVDS-9 を発売この技術がその後のパナソニック製デジタルカメラにも 用いられた。キャノンは1992年にソニーと共同開発したバリアングルプリズム内蔵 VL マウントビデオレンズ T10GRF を発売。これはレンズと同じ屈折率の液体を2枚のレンズで挟み、蛇腹状に動かすことによって撮像体 A の投影を補正する方式でプリズム効果による色分解が出ないギリギリのやり方だった。 家庭用ビデオカメラとしてはソニーが1992年にハンディカム CCD-R900 でこれを搭載して成功している。同じくキャノンはビデオカメラムービーボーイー一を1994年に市販した。そして1995年には一眼レフカメラ EOS 用望遠ズームレンズ EF75 から300メートル MF4 から5.6 is USM に イズ方式として用いた。また、同年は、キャノン製双眼鏡にも、同機構が組み込まれるなど、手ブレ補正機構が幅広く利用される、その幕開けとなった。ニコンは1994年に、光学式手ブレ補正方式を採用した、世界初の 35mm コンパクトカメラ、ニコンズーム 700VRQD を発売した。コンパクトデジタルカメラでは、 オリンパスが2000年8月にコミケア c -2100 ウルトラズムでキャノン製の手ブレ補正機構を搭載。キャノンもこれに続いてパワーショットプロ90イズをリリースした。一眼レフカメラ用レンズやコンパクトデジタルカメラの中でも大型のものに組み込まれることが多いが2003年にパナソニックが小型コンパクトデジタルカメラ。 DMC-FX1 と DMC-FX5 にクラスとしては初となる手ブレ補正機構を搭載して以降2005年にはソニーが2006年にはニコンとキャノンがいずれも小型コンパクトデジタルカメラなどでより小型化された補正レンズが組み込まれたものを販売している一般的に補正機構が大きくなってしまうためレンズ自体が大きく効果になったが現在では克服され 小型コンパクトデジタルカメラにも搭載されている。利点として、フィルムカメラでも手ぶれ補正効果が得られる。ファインダーの画像の揺れも補正され撮影しやすい。レンズごとに補正機構を最適化できるので高い補正効果を期待できる点がある。一方、補正用レンズや駆動系を追加で組み込む結果、レンズが大きく重くなる、画質が若干劣化するほか、 レンズ交換式ではレンズごとに補正機構を有する、試そうコストが高くなる、原理的に光軸を軸とした回転ブレが、補正できないという欠点がある。振動ジャイロ機構で手ブレを感知し、CCD などのイメージセンサー、撮像素子を手ブレに応じて移動させることによって、光軸を正確に当てる方式。当時のミノルタ、原古に神ノルタがアンチシェイク方式として、 2003年に発売したジマゲ A1 に初めて搭載した。その後リコーが2005年に発売したキャプリオ R3 に、またペンタックスが2006年に発売したオプティオ A12 は SR 方式という名称で、オリンパスもミュ750で、2007年には富士フイルムがファインピックス F50FD、Z100FD、S8000FD で、ニコーが クルピックス S702VR 方式として、共にほぼ同様のシステムを搭載した。デジタル一眼レフでは、コニカミノルタが、α-7 デジタルにアンチシェイク方式の機構を搭載、ソニーがコニカミノルタより開発、販売を受け継いだ。αA マウントでは、名称がアンチシェイクからスーパーステディショットへ変更され、2008年以降は、 レンズシフト式との区別から、冠のスーパーを外して、ステディショットに変更された。ペンタックスも、K100D、K10D に SR 方式の補正機構を組み込んだ。他、オリンパスも、e、E-510 に、イズを組み込んでいる。カメラ本体に補正機構を組み込むことで、レンズ自体に補正レンズを組み込む必要がなく、一眼レフカメラなど、 レンズ交換式カメラにおいては既存のレンズでそのままブレ補正の機能が利用でき。ライブビュー機能やイベフならば、レリーズ前から手ブレ補正の効果をプレビューすることが可能である。原理的には縦、横、回転の三軸の補正が可能というメリットがある。この機構を応用して、イメージセンサーを微振動させ、ホコリを弾き飛ばす、ホコリ除去機構やセンサーをシフトすることで、 自動水平補正や構図微調整、GPS ユニットと組み合わせて簡易的な天体追撮影が行える機能、ペンタックスのカメラ機能一覧、アストロトレーサーなどを備える機種もある。欠点としては、前述のレンズシフト方式に比べた場合に、光学式ファインダーの場合には、ファインダー内でブレ補正の効果が確認できないこと、あらゆるレンズで最高の効果を得るためには、 レンごとに最適値が異なる駆動パターンをデータとして、ボディに用意しておく必要があること、データのないレンズでは、暫定値での制御となり、補正効果が低下するが挙げられる。デジタル Y 極補正を利用することを前提として、設計された Y 極周差の大きなレンズを使用した場合は、中央部と外周部で像の移動量が異なるため、一部しか最適な効果が得られない。 振動ジャイロセンサーで手ブレを感知し、イメージセンサー、撮像素子を含むレンズユニット全体を手ブレに応じて微小回転させることによって撮影光軸を一定に保つ方式。2005年にコニカミノルタ社がコンパクトデジタルカメラ向けの新型アンチ、シェイク機能であるレンズユニットスイング式手ブレ補正を採用したジマゲ X1 を発売した。 他の手ぶれ補正方式、すなわちイメージセンサーと被写体像の位置関係を補正する方式とは補正の原理が異なり、使用者の手によってカメラ外装に与えられる手ぶれ振動をレンズユニットまで捨てないようにする、いわゆる面ブりシステムの一種である。イメージセンサーと一体化したレンズユニット全体をカメラ内部で手ぶれに逆らう方向に微小回転させるので、イメージセンサーまでを含めた 光学系全体の要素位置関係を崩すことなく、手ブレ補できる。原理的には単純な方式であるため、他の方式のような特殊な専用光学設計や、画像処理回路などを必要とせず、手ブレ補正に伴う、ノイズ強調、画素数ロス、光学周差の劣化対策などの設計的な書問とも、無縁である。しかし、レンズユニットが大型である場合は、 気候の大型化や消費電力増大などの問題が大きく、またレンズユニットの一部が外部に突出している製品には適用しにくいという、使用上の制約があるた、一眼レフタイプやレンズユニット繰り出しタイプなどのカメラ形態には適さない。2012年にソニーが空間工学テーブル補正機能として HDR-CX720V と HDR-PJ760V のビデオカメラに採用した。オリンパスが高軸シンクロ手ぶれ補正、パナソニックがデュアル IS として、それぞれ一部のカメラ本体、レンズに搭載した機構で、対応した本体とレンズ間で、手ブレ情報の高速伝達を行い、レンズ内の補正機構とボディ内の補正機構を強調させる形で、同時駆動させることにより、 より強力な手ぶれ補正を可能にする。オリンパスではこれを使うことで、最大6段分の補正が可能になるとシール。デジタルカメラやデジタルビデオカメラで搭載されることが多い。撮影可能領域を一定のサイズに狭め、撮影の際にバッファメモリに画像を読み込み、最初に撮影した画像とそれ以降に撮影した画像とを比較、その移動量を演算し、 撮影可能領域を自動的にずらして撮影し、記録する。撮影可能領域が、イメージセンサーの一部分しか使われないため、イメージセンサーの能力を完全に引き出せないのと、動画には、比較的効果があるが、静止画には有効ではないという欠点がある。静止画用の電子式手ぶれ補正には他に撮影後の、画像を加工、レタッチすることによって、見かけ上。 ブレを少なく見せるタイプのものもあり、共に電子式、またはデジタル式手ブレ補正と呼ばれる。この方式もノイズの強調などの画像の劣化を招く。また、動画編集ソフトの中には、すでに撮影済みの動画の周辺部を切り取って拡大することで、同様の原理を用いて手ブレ補正を行う機能を持つものが存在する。ただし、いずれもブレの大きいシーンでは、 ゃく現象という映像が歪む問題が発生しやすい。パナソニックは1990年6月に世界初の電子式手ブレ補正、ファジージャイロ採用の SVHS、C ビデオカメラを発売した。携帯電話の静止画デジタル式手ブレ補正技術は NEC の N902i に初めて搭載された。携帯電話向けの静止画補正技術の代表的な例としては、 東京大学出身のエンジニアを中心に設立された株式会社モルフォが開発したフォートサーリドがある。N9002 インスに初めて搭載され、以後パナソニック製、シャープ製の機種にも搭載された。N9005i からは被写体ブレにも対応したフォートサーリド2.0が搭載されている。また、ペンタックス MX-1 のように、 光学式手ブレ補正で撮影した上で電子式で画像補正をかける両方式を併用した手ブレ補正機構を搭載したカメラも発売されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。